佐藤豊たは、日本の指揮者。兵庫県立芸術文化センター芸術監督、シエナウィンドウーケストラ及びウィーン・トーン・キュンストラー、還元楽団主席指揮者。京都府出身。京都府京都市出身。京都市立堀川高等学校音楽課程を経て、京都市立芸術大学音楽学部フルート科卒業。京都市立芸術大学在学中に指揮活動を、開始。 1980年頃に京都光家中学校、高等学校のブラスバンドをはじめ、アマチュアオーケストラ、関西に機械副指揮者などを経て、タングルウッド音楽祭オーディションへの参加許可を得る。同音楽祭で小沢誠治、レナード・バーンスタインに支持。二人のスポンサーの協力を得て、ウィーンに渡り、バーンスタインのアシスタントを務め、1989年に、 ウザンソン国際指揮者コンクールで優勝し指揮者としてプロデビューする。その後、数多くのオーケストラ、吹奏楽団を指揮。兵庫県西宮市に2005年10月22日に開館した兵庫県立芸術文化センターの建設に当たり、2002年より財団法人兵庫県芸術文化協会の芸術監督に就任した。同センターを拠点とする新設の楽団。 兵庫芸術文化センター還元音楽団を通じて若手音楽家の育成に当たっている。また、バーンスタインの流れを組むヤングピープルズコンサートの開催や毎年12月に開催されるサントリー1万人の第9の総監督式、さらに2008年4月6日から2015年9月27日までテレビ朝日の 題名のない音楽界第5代目司会者を務めるなど、多方面で活躍している。ベルリンフィルハーモニー管弦楽団に、客演指揮者として招かれ、日本時間の2011年5月21日から5月23日の3日間、開催された定期公演で指揮を取った。2015年9月より、ウィーン・トーン・キュンストラー管弦楽団の主席指揮者に、就任。京都市立京都。 堀川音楽高等学校芸術顧問。リコーダー2本を同時に吹いて、アニメやクラシックなどの曲を演奏する特技を持っており、よく披露している。その他ゲスト出演多数、ありがとうございます。